毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、アンクルジュニアさんに行ってまいりました。こちらのお店は大井町駅から歩いてちょっとしたところにあります喫茶店なんですけども、美味しいカレーがいただける喫茶店として人気のお店でございます。結構ね、雑誌などでも紹介されてまして、その手作りのカレーが人気となっている、そんな喫茶店でございます。本日行ってまいりましたんでご覧ください。本日のカレードン。こちらがアンクルジュニアさんのメニュー表。カレーの方は2種類で、ドリンクセットなどもあります。カレーのメニューは日替わりとなっており、その他の単品メニューもあり、テーブルも広々と落ち着いた空間。本日はビーフカレーの方をチョイス。トッピングのとろり卵にセットのサラダが先に来て、ビーフカレーのビーフの方も見てわかるゴロゴロ感、ライスもちょうどいいサイズで、本日もいただきます。まずはそのカレーの方から。一口食べるとしっかりと濃くスパイシーで、本日もうまし。ふんわり香るコーヒーの香りの中でいただくカレーは絶品そのもの。ビーフカレーの具材の方もこうやってわかるぐらいのゴロゴロ感にボリュームも満点。いいスパイスの香りとともに、カレーの方をライスの方にどん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 盛り付けて、いつも通りおなじみのどんどんガツガツ食べるスタイルを整えていく。こうすることによりお肉のゴロゴロ感や玉ねぎの大きめカット、マッシュルームの方も見えてきて、具材の楽しみも十分。王道欧風カレーながらもしっかりとしたコク、そしてスパイシーさも兼ね備え、甘みもほんのり感じれる。途中でセットについてきたサラダの方でさっぱりしてみたり、卵の方を中心に乗せて割ってみると、もはやトロトロの幸せが溢れ出し、これを一緒に食べるかと考えるだけでもはやよだれもの。それをそのままいただいていくと、口に広がるコクも十分に、この幸せの時間がいつまでも続けばいいと願うばかり。もちろん福神漬けと一緒に行ってみたり、そして卓上にあった粉チーズの方を少々かけてみてカレーにアレンジ。さらにチーズの風味もしっかりとアップされ、こちらもありありのあり。お腹を十分に満たした後は喫茶店などでもちろんコーヒー。もはやコーヒーの美味しさ、カレーの美味しさで無心。カレーの美味しい喫茶店というパワーワード、アンクルジュニアさん、ごちそうさまでした。しっかりとスパイシー。カレーの方が日替わりで変わっていくスタイルになってます。伺った日にはキーマカレーとビーフカレーだったんですけども、そのビーフカレーもね、しっかりとビーフの方も入ってますし、玉ねぎの方も感じて甘みを感じながら、その後しっかりとスパイシーさが追いかけてくるといった欧風カレーとなっておりました。もうね、普通に喫茶店なのでコーヒーも美味しいですし、他にも、スパゲティのメニューなんかもあるんですけども、もうカレーの方が美味しくて、来られてるお客さんもほとんど、カレーを頼まれている、そんな状況でした。もうやっぱりあそこの店行ったら、カレー食べながらコーヒー飲んでゆっくりするっていうのが定番だと思います。なんかね、カレーが美味しい喫茶店ってやっぱ惹かれるなと思いながら、ゆっくりできる、そんな喫茶店となっておりました。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。